どうもひよりんごです。今日の動画はただいまの時刻0時53分でございます。この時間になりますとどうなりますか？そう、お腹が空いてきます。ということで今日はじゃあこちらカップ麺をね今から食べようと思っています。なんかねツタっていう東京代々木上原とかにあるラーメン屋さん、多分有名なラーメン屋さんが出したカップ麺だと思うんですけど、なんかねすごい高かった。280何円しました。でこれがねなんか黒トリュフとポルチーニ香る特製オイル付きらしいので買ってきちゃいました。ということでこちら早速作っていきたいと思います。お腹空いちゃった。この時間お腹空きますよね。わかるわかる。でもさ、普通の人はさこの時間にお腹空いてもきっと我慢するんだろうけど、私最近すごい夜にばっかりカップ麺とか食べちゃってる。あ、すごい見て、しっかりメンマがこうなんていうのパウチされてます。真空パック。よし。で、なんと5分。そんなに？そんなに待つ？5分待ちたいと思います。あと2分ぐらいなんだけど、もうお腹空いてもう食べたい。やっぱ5分って長い。っていうか待ってる5分って長くないですか？あのカップ麺の3分もそうなんだけど、なんかしてる3分ってすぐなのに、カップラーメンとかを待ってる5分とか3分ってめっちゃ長く感じる。5分だよ、だってあと2分もあります。早く食べたい。お腹空いちゃった。なんか今私引っ越しの準備してるんですけど、もう電気も全部取っちゃった状態で、間接照明だけで生活していて、で夜にあの動画なんか撮ってるんですけど、なんか意外と いけてるよ。普通になんか生活できるなって感じでいます。ただね、引っ越し先に新しく買った家具とか家電が届くようにするのが超大変。やっぱりその日ってさ、引っ越しするからさ、この家からさ新しいお家に行くじゃん。で新しいお家に行くまでに届いちゃったらやばいじゃないですか、誰も受け取れないから。だからなんかじゃあ1日後とかにすると、その引っ越した日はカーテンさえないみたいな。だからこのカーテンを持ってって、全然サイズ違うんですけど、このカーテンを持って行って一旦かけとくとかにしないといけないなとか、もういろんなこと考えてて、なんかもう大変ですよね引っ越しって。なのにさ、私は結構引っ越ししてるめっちゃ。でもさ、なんか断捨離とかするよりも家ごと変えちゃえっていうのがある。だからまあなんだろう、すごく綺麗に保てないっていうのは本当に自覚があります。ということで5分経った、イエーイ。喋ってたら5分経ったので食べる。なんかさ量少ないんだよねカップ麺で、まあ夜に食べるからさいいんだけどさ、量が少なく感じてしまう。普通のカップ麺を食べる時もビッグサイズか、もしくはおにぎりと一緒に食べたりとかするじゃないとね、足りないのよ。すっごい醤油の香りがする。そしてなんかトリュフとなんとかのなんとかソース、あ、超オイル見て、見える？めちゃくちゃオイルです。おお、あ、すごいいい香りになった。見てください。こんな感じ。あ、見えないね。ちょっと待って。こんな感じです。私、醤油ラーメン大好きだからめちゃくちゃ美味しそう。見えるから。わあ、美味しそう。いただきまーす。深夜のラーメンってさ、絶対美味しいじゃん。3倍増しぐらいで美味しいですよね。うん、あ、なんかちょっと違う。やっぱちょっと高い味がする。なんか椎茸みたいな匂いする。これはなトリュフなのかな。そもそもトリュフを食べたことがないので、どれがトリュフなのかが分かってないとこがあるんですけど、うん、なんだったっけ、トリュフ
黒トリュフとポルチーニ。このポルチーニだ、あの香りは多分美味しい。美味しすぎる。今日夜ご飯はね、日高屋の五目あんかけラーメンと、あと餃子を6個食べました、セットで。うん、美味しい。でもやっぱ量が少ない、もう終わっちゃうもん。量が少ないよ。猫舌じゃないから、なんかバイト先で一緒にラーメン食べに行ったりするんですけど、めっちゃ早いねって言われる。そのバイト先の人も早いって言われるらしいんだけど、私めっちゃ早いらしい。猫舌さんはやっぱりラーメン辛いですかね。熱くて。ラーメンってなんでこんな、うわ美味しいスープ。なんかあっさりすぎずって感じかも。やっぱりそのオイルのおかげかな。おいしい。うん、カップ麺はあんまり足りないので、いつもスープは極力飲みます。でなんか水分でお腹いっぱいにする。なんかすごい貧乏な子みたい。あ、美味しい、温まるし。ごちそうさまでした。美味しい。めっちゃ美味しかったので、セブンイレブンで買ったので、ぜひ食べてみてください。私引っ越しの話したと思うんですけど、結構前から言ってる私が譲れない物件探す時の条件があるんですけど、まず初めて引っ越した時って本当わかんなかったんですけど、宅配ボックス、これはねめちゃくちゃ便利です。いない時でも受け取っといてくれるというか、ボックスに入れといてくれるっていうのめちゃくちゃ便利で、宅配ボックスは本当にいいなって、ついてたらいいなって思います。今はねもうついてない物件は嫌ぐらいだから、スーモとかチェック入れます。そしてモニター付きインターホン、これも大事で、ピンポン鳴った時に誰がいるかっていうのは分かった方が絶対にいいと思うので、モニター付きインターホンも大事。あとオートロックね、もうオートロックは大前提です。なのでオートロックの物件には住む。たださ、今のうちもそうなんだけど、鍵開けてから自動でウィーンって開くじゃないですか、鍵刺すとオートロックで。でその後閉まるのが遅すぎて、これじゃ入ってこられるよなみたいな。だからなんかオートロックでも怖いなって思う、なんかちょっと。うん、でもまあないよりはいいということで、オートロックでしょ。
この3つぐらいかな。モニター付きインターホン、オートロック、宅配ボックス。ここはマスト。あとはトイレ、バス別とかは、まあ別だったらいいなとは思うし、そのくらいかな。あと駅徒歩何分とかは、なんか私実家が結構遠いんですよ、駅から。だから一人暮らしの家は、今のところ全部5分圏内とかで探してきた。でもやっぱり徒歩15分とか歩くと、家賃は一緒なのに一部屋増えたりとかするよね。だからその辺は本当に個人の自由って感じ。広さを取るか駅から近さを取るかって感じだね。どっちかなーっていうところはあります。広い部屋に住みたくて、私みたいにさ、あの毎日通勤とかがない場合は駅から遠くてもいいのかなとかも思う。あとね、バスに乗るとめっちゃ広い物件でめっちゃ綺麗な物件がいっぱいある。だから駅からバスで、なんとかバス停徒歩5分とかになるとめちゃくちゃいい物件がある。ただ駅からバス乗るのは嫌だって方は、やっぱ駅地下になると割高になったりとか、あとあの立地ね、本当に都会に近ければ近いほど高かったりとかしますよね。ただその駅のさ中でさ完結すれば食べ物屋さんがいっぱいあったりとか、なんか別に都内に私出ることってそうないから、最近はさそのコロナ禍でさリモートも増えてるじゃないですか。だから都会じゃなくていいのかなとも思う。都会に住んだこともあって、都会に住んだこともあるっていうか、まあ都内すごく近くて駅から5分圏内で築浅2年のところに住んだんですけど、間取りは21平米ってちっちゃくて、もう家賃がねとんでもなかった。とんでもないっていうか、まあ払えるレベルだったけど苦しかったっていう感じ。苦しいっていうか、この家賃を払えばワンルームに住んでたんですけど、 2LDK ぐらいには住めるんじゃないかなっていう家賃を払ってたので、やっぱ立地代というか場所代っていうのは絶対あるなと思います。難しいけどね。私は物件を決めるときは絶対に宅配ボックスついてるかと、モニター付きインターホンかと、あとオートロックか、これはもう譲れないかな、ポイントです。以外は特にありません。駅から遠い物件も今回探したし、そうだね、なんかあんまりこだわりはないかなっていう感じはします。ただ、こう住み、あと事故物件はやだ。事故物件はちょっと私的にはダメなので、大島てるさんのサイトを確認して、そのマンションが事故物件、過去にもね事故物件じゃなかったかっていうのは見るようにしてる。あの前に内見に行った物件が事故物件だったんですよ。でも私は知らずに行ったんですけど、たまたま決めなかったんですけど、でも決める前に必ず確認してるけど、マンションってさ、こうなんて言うんだろう、私の部屋で亡くなってなくても、例えば隣の部屋で亡くなっててもマンション一帯が事故物件となって扱われちゃうよね。多分号室までは書いてないんじゃないかな、大島てるさんのサイトにも。だからマンション一帯がなっちゃうから、まあでも築何十年とかだったらなくなる可能性もあるけどね。でも極力は避けていきたいなって思ってるので、事故物件じゃないかは確認します。でなんかその事故物件の次の人にしか言わなくていいんだよね。なんかこう法律なんかわかんないけど、だから事故物件に次の人が住んで次の人が引っ越したらもうその部屋が事故物件ですよっていうのは告知義務がなくなるらしいの。だからそこら辺も大島てるさんのサイトでは、ずっと残るのかな、その事故物件でしたよっていう記録が。なので一応見るように私はしてます。ということでこんな感じですかね。ご飯を食べながら、今は引っ越し準備に追われてるのでこんな動画を撮ってみました。皆さんもね、一人暮らししたいなとか考えてたりとか、あと引っ越したいなって考えてる方はぜひ参考にしてくださったら嬉しいです。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。深夜の語りでした。おやすみ。皆さん、今日もお疲れ様でした。バイバイ。